はい、おはようございます。今日はですね、嫁の誕生日ということで2泊3日滋賀旅行ということで、現在ホテルの前まで来ました。お嫁は先ねチェックインしてるので、迎えたいなと思います。僕らのね部屋からしてくれてる美容師さんがね、ここのご飯めっちゃうまいですよって言って、琵琶湖に来た際はぜひぜひ行ってみてください。緑水亭って言ってね、緑水亭やったかな、ちょっと忘れたけど、大本温泉っていうね、あの男子が好きなあのソープがいっぱいあるところです。はい、あのそこで、家族と来るのでね、あんまソープ街のところはもうあんまり見ないようにして入ってもらえたらなと思います。行きましょう。チェックインしてるんですか？何もしてない。では到着です。さあ開けてみると、奥にもつながってますが、さあメインところがこちら、ツダーン。あ、ここには32歳の嫁蔵さんがいてましたね。嫁蔵さん紹介しよう。今ですね、こちらがペットルーム。ペットルームでございます。こちらがコウビワってこと、これもしかして。うわー、ちょっと曇ってますね、残念ながら。そしてこれはサンダル履いたら、せっかくサンダルあるの。うわー、あ、てる。だからサンダルここにあるやん。あー、サンダルびしょびしょになった。まず着いたらルービーなんですよね、結局は。何やりたい？お着替え大成功ということで、君はピンク、はい、僕はブルー。今からご飯へレッツ。晩飯、晩飯。ちおめでとうございます。カシャカシャ。前菜です。以上。カツオ、サーモン、パンパチ大。無言キツネってさ、魚いっぱい持ってきてくれるじゃん。近江牛のシャブシャブ、たけのこご飯、味噌汁。めちゃくちゃ大きい。うわー、こっち向いてよ。恐ろしい顔。うん、無理。甘い。うーん、あとめっちゃ無理だ。無理ばやばい、行こう。飛べる、はい、さ近江牛も、いいお口あるじゃん。おはようございます。二日目の朝です。これはもう全然お腹空いてないですけどね。なんか嫁はお腹空いたから早く朝ごはん行こうと言ってますけど、今から朝ごはんに行きたいなと思います。はい、僕は鮭と温野菜と卵と味噌汁、ご飯。まあこれぐらいが朝ちょうどいいでしょう。で、まあ僕より体がちっちゃい嫁の方で、ね、見ていきたいなと。なんてことだ。すごいね。こっからまだデザートも食うとかいう食いしん坊狩りを発揮しております。全部楽しみかな。僕はこんだけしかないからすごいありますからね。彼女は夜に、合宿をしたのかっていうぐらい食ってますけども、なんでこんなに胃袋が違うんでしょうか。そして彼女はこの後温泉へ行ってまた昼ご飯を食べるそうです。我々一行は温泉へ向かうのである。こっちは足湯ですね。温泉行きます。じゃあ今から散歩に行きます。僕たちはこんな道をずっと歩いてます。別に景色が綺麗なわけでもない、ちょっとメイン道路っぽい感じのとこ。あれからかれこれ20分ほど歩きました。たくんお得意のヒッチハイクしたら、あはははははは。あと10分歩きます。たまたま歩いてたらこのキャンプデポットっていうのがありました。江南グループ初めて聞いたけども、滋賀にしかないのかな、ちょっとわかりませんが、ちょっと見てきます。見てきました。なんかキャンプ用品がね結構安くで出てて、チャムスとかコールマンとかあって、結構充実してるのかな。なんかノースとかパタゴニアはなかった。違う、ノースとかパタゴニアなくて、わかりやすく言ったら和歌山でいうとこのオレンジみたいな、オレンジのあのギア用品みたいな感じでしたね。本日の目的地はこちらでカヌレを買うことです。カヌレ、ティラミス、ほうじ茶抹茶プレーン。ホテル帰ってきて休憩です。
はい、それでは夕方になりました。帰ってきてからね、1時間半ぐらい寝たんかな。でね、チームメンバーとね、会議するって言ってる時間を15分も遅刻しました。ちなみに、遅刻した相手は、そう、幼馴染の、森さんでございます。森さんニコニコして待ってたけどね、あ、寝坊したーんって言われたけども、完全に寝坊したよーって言ってね、やっておりました。で、今からね、晩ご飯行きたいなと思います。嫁蔵さんも寝てたみたいで。寝てましたね、さっきね。晩ご飯楽しみだね。いや、たっくんのさ、会議さ、はい、はい、柱、イカ、のぶろでございます。あ、手にピンと当てた。見た目がついてるね。スピダルにちゃんとやってるね。美味しいよね。取ってお召し上がりください。はい、あさりご飯と味噌汁。パンジューって言わない。ちっちゃくジューって言ってる。でもね、ゆっくり行きましょう。はい、嫁蔵さんの誕生日と結婚記念日をかけてハッピーアニバーシティって書いております。ありがとうございます。なぜ嫁蔵が知ってるんでしょうか。なぜだ。ワイン何してんの。また休みんの。チョコボール食べる。何それ。チョコボールだって当たりじゃん。そんないっぱいいかんよ。俺お腹痛くなるから。さっき腹いっぱいって言ってたよね。ねえ、かきぴーん、さっき腹いっぱいって言ってたよね。うん、なんでこんなの食べれんの。だって絶対つまみはいるから。うん、つまみはいるから。そんな隙間を触っていくの。あらまあ、いいじゃないですか。いただきます。はい、まずチョコボール。パパのベストナインを受賞。柔らかいハンドリング、軽快なフットワーク。綺麗ですね。今日ちなみにご飯何食べるの。今日、あ、もういい匂いしてる。今日はまたいっぱい食べるの。いや、昨日よりお腹空いてないかな。あ、そうなんや。え、ちょっと寝癖ちょっとすごいことなってるけど。どこがすごいのこれの。通常運転じゃんこれ。昨日配膳の人に食べた。すごい眠そうですね。なんだよ。お腹空いてないって言ってるけど、あんま食べへんの。そっか。って言いながら無心で撮ってるけど。はい、僕の朝ごはん、温野菜、鮭、ご飯、味噌汁。そんな嫁蔵さん食べへんって言ってたからな。結局あんま食べてないのな。朝から食ってる。昨日より少ない。江戸時代の飯みたいな。私は何よ。アポ極楽じゃ。はい、ということでね、無事チェックアウトして、まあ、外に出ました。見てもらったら分かる通りね、あれこんなとこ家なんかって思うかもしれないじゃないですか。これ実はどこかというと、竜王アウトレットに来させられております。なぜか、この後、買い物に行くということで、誕生日プレゼントではないんですよね。はい、違うんだよね。うん。見に行くだけなんだよね。うん。見に行くだけね。うん。見るだけね。うん。じゃあ、行きたいと思います。はい、ということでね、滋賀県2泊3日旅行ということになっておりました。買い物アウトレットはそんなにいいのなかったね。アウトレット何買いましたか。T シャツ。 T シャツ買ったね。マッキントッシュって書いてる T シャツね。かわいいロボットみたいなね。よかったよかった。この2泊3日間どうでしたか。滋賀県行って。あっという間だった。あっという間だね。うん、すぐ終わっちゃった。まあ、またね、ゆっくりできるように日々頑張って、はい、またご褒美で行けたらなと思いますので、はい、それまで頑張りましょう。はい、ということでね。ということで、おくね。次回は、しばらく旅行っていう旅行ないか。福井？来週か。来週は、その次の週は東京じゃん。あ、旅行だらけでした。旅行だらけ。旅行っていうか仕事出張やけどね。そうだね、そうだね。まあ、いろいろ全国行かせてもらってよかったなと思います。楽しいな。まあ、また、これからもね、笑顔で仲良く前向きに頑張ってみて。
みたいなと思いますのでよろしくお願いします。お願いします、はい、ということで本日はですね、嫁の誕生日プラス結婚記念日なので、滋賀県に3日行ってみたという動画になってます。また別でお会いしましょう。ありがとうございました。ペコリ。